どうも、おはようございます。8月30日火曜日の朝6時14分、相場解説になります。ご覧いただいているのがデイリーになりますけども、普段でしたら、カー水木がね、最も相場が見やすい時期なんですけども、明日は月末になります。そして明後日は月初ですよね。この月末月書ってのは、うん、いつもではないんですけども、思わぬ資金が引っこ抜いたり、 思わぬ資金が入ってきたりとかしますんで、今回に限っては、あのー、明日と明後日はね、ちょっと慎重に行こうと思うんですよ。ですんで、今日が、まあ、同じテンションでできる、今月最後の相場回数になります。よろしくお願いします。で、えー、話を一日足に戻していきますけども、最近の力点で139円をつけたのがこちらでした。ようやくその水準まで戻ってきましたよね。で、ここからなんですけども、 この力点を突き破るのか跳ね返るのかってことはテクニカル的に言ったらどっちもあり得るわけですよ。ですんでリスクの取れる方はバイだろうとセルだろうと今エントリーすることができます。リスクが取れて資金がちゃんとある方ね。そうするとね、えー、例えばこれは突き破ってバイに行くだろうなと思うのでエントリーしてると最大限のね、頭と尻尾ももらいますみたいなことができるわけでしょ。 その代わり、そうならなかったときは、ロスカットをちゃんと引かないといけないので、最大の、含み存を損を、損、確定に、損切りに変えるってことになりますけどね。で、もう一つは、いやいや、跳ね返ってセルだろうって考える考え方もあると思うんですよ。それも当然あり得ます。セルに入ったら、まもちろん、売りで利益は取れるわけですけども、でもセルに入れたときに、これを突き破って上に行っちゃうと、その分が、ロスになりますよね。だからこれは両方あり得るんで、 あとはね、エイヤーとどっちに決断するかって話になります。ただ、こういった全体の流れを見てると、よりどころになるのは、右肩上がりが続いてるってことなんですよ。でそして、ここは、押し目になる可能性が非常に強いなっていうふうに、今までのチャート分析から思いますんで、60%から70%ぐらいの割合で突き抜けていくんだろうなと思います。ただし、少ないパーセンテージとは言っても、 下に行くことも十分考えられますのでやっぱりねリスクの取れない方は抜けたら入る跳ね返ったら入るっていうふうに考えてくださいねあのやっぱりこうリスクの取れない方っては精神的にも脆いと思いますのでねまだまだちょっとした含み損を損切りにしちゃうことがやっぱダメかなって思わせるようなねそういったネガティブな体験積み重なっていく可能性が強いですからね というところで、一日足をわっていきます。あ、ちなみにね、これね、オリガルヒと一般の即可軸の限定動画と共通でお送りしておりますからね。で、オリガルヒの方は追加放送をどんどん入れていきます。で、今日は午前中の追加放送ってのはそんなにできませんけども、午後からね、何回かしていきますんで、えー、まあ、いい感じのポイントってのはお示しできると思いますよ。はい、これがだから、あと4時間足なんですけども、4時間足で、 やっぱりね、このレンジを抜けた後、レンジはもう一個ここにもありますけどもレンジを抜けた後に急速に上昇して真上に向かうような感じだったでしょでも理覚をしてる人があまあどのぐらいかいますんでね一部それがこの横ばいを起こしてますからでこの横ばいから抜けてさらに上の方に向かうエネルギーがあるんじゃないかなと思ってますというのがあの理覚をしてる人があんまりいないって見えるからなんですよ 利確をしてる人がもうちょっと増えたらね、逆転してるはずなんですよ。でも、逆転してる途中で、髭を出して上に向かってるでしょ。こういうふうに分析すると、これからも、あの、売りの圧力はそれほど強くなくて、買いの圧力は集まりやすいっていうふうに判断できるわけですよね。よろしいですかね。<laughs> はい、じゃあ次1時間です。1時間は、昨日まで、こうううにぐーっと上がってきました。そして、 一旦利確は進んだんですけどもねここから急速に利確が起きてるでしょでも利確をした分買い戻されてるつまり次の買いの勢力がここに入ってきてるってことなんですよでその分また利確をしたりとか迷ったりしてここにとどまってるつまりはこのヒゲの水準よりも上にとどまってるってことはこれがだから上昇圧力を高めてるっていうふうにかん考えるわけなんですよ、ね、こういうふうにねだこれがね上昇してきて 売りで下を出して貝の方に転じたもう一回落ちてきたみたいなことでここにロウソク足があった場合ってのは売りにも結構ね向かってるなってところなんですよそこでこれがヒゲを出してるのかどうかってこととか実態で止まってるのかってことを見たり貝足を見て判断するってことになります現状ではここを破って上の方に行くというふうに読み取れますんで今日中に139円に行くぐらいの気持ちでね見ていけばいいんじゃないですか 少なくとも今1 3一円の650あたりですからこれよりは上の方に行くだろうとすぐじゃないですよそれはわかりませんけども例えば午後には139円クリアしてるかもしれないし138円の7とか8とかあの辺かもしれませんってことですねそういうふうに見立てておりますさらに15分を見ていきましょうじゃあ最後にポイントになるのは何かっていうとこの15分足でこういうふうなね線を引くってことですよ 一番高い価格ってのはここにありますで、安値というのはこの辺りにあるわけなんですよねそこを上と下で囲むとこういう風なあレンジになってきますよねだからこの緩やかに落ちてるように見えていますけどもレンジの中で起きていることなんですよほぼ横ばいと言ってもいいと思いますけどもこれが緩やかにどちらに向かうかすぐは分かりませんけどもうん、上がるなり下がるなりしてエントリーするポイントというのがここに 炙り出されるわけですよ138円のまあほんと900からね139円のあたりでしょまあですね、で私はここを抜けたら抜けたらね倍で入ったらどうですかっていうふうに今日のミッションをお伝えしておきます私の場合はもうどこでも入ります倍でもう今すぐ入ってもいいぐらいですここで倍で入ってここを抜けたらこれはさすがに損切りして 今日の店じままいいももししくは方針転向をしようと思いますけどもこのゾーンは下を抜けませんよ3つも抜けてないんで,で4つ目なんてもう来ないと思いますよ上に向かうだけじゃないですかねうんこれはあの今までの私の似たようなケースからの経験上なんで少ない確率でまさかの動きはありますけどもね保証はできません相場のことなんでえただ私はもうすぐにでもエントリーして倍の方でねうん <laughs> あと1日夕方まで放置しようかなと思ってます じゃあ今日は以上です。またよろしくお願いします。後ほどお会いしましょう。